皆様こんにちは。ペットリフォームのセラフ榎本です。今回はオーストラリアンシェパードについてご紹介します。名前からオーストラリア原産の種であると思われやすいですが、フランスとスペインの両国にまたがるバスク地方の牧羊犬が祖先と言われています。1800年代にオーストラリアに移住したバスク地方出身の羊飼いとともにアメリカに渡り、コリーなどの複数種の犬種と交雑し、現在のオーストラリアンシェパードが誕生したと言われています。アメリカで発展した犬種とされ、アメリカではオーシーの愛称で親しまれています。見た目はコリーに似た体型をしており、骨太で筋肉質の体格でふさふさとした豊かな毛に覆われています。目の色は茶色が一般的ですが、青色や黒色の個体もあり、アメリカの先住民にゴーストアイと呼ばれていました。また稀に左右の色が異なった色をしたオッドアイの個体も見られます。性格は穏やかで飼い主に忠実であり、賢くしつけもしやすい犬種です。さらに馬に並んで走ることのできるスピードと一日中働けるタフさも持ち合わせています。そのため運動量が足りないとストレスが溜まってしまいます。毎日十分な運動量を確保するようにしましょう。ペットリフォームのご相談お見積もりはセラフ榎本にご用命いただけますよう何卒よろしくお願い申し上げます。